1977年のピンネシリ駅と周囲約500メートル範囲。左上が中トン方面。短式ホーム2面2線。駅舎横中トン側に貨物ホームと引き込み線。駅裏側に副本線を持っていた。この時点ではすでに貨物の取り扱いが廃止され、駅裏のストックヤードは原野に戻りつつあり、副本線も確認できない。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成ピンネシリ駅は北海道江差市郡中トン町アザピンネシリにあった北海道旅客鉄道天北線の駅である。電報略号はひね。天根北線の廃線に伴い1989年5月1日に廃駅となった。廃止時点で短式ホーム2面2線を有する地上駅であった。 ホームが、千鳥式に配置された、列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは、駅舎側ホーム北側と対向ホーム南側を結んだ、校内踏切で連絡した。駅舎側ホームが、下り線、対向ホームが上り線となっていた。その他上り線の南は、かない方から分岐し、校内外側への行き止まりの側線を一線、有していた。職員配置駅となっており、 駅舎は、校内の南西側に位置し、両ホームとは通路及び校内踏切で連絡した。古い木造ながら、チョコレート色の化粧紅破りの駅舎であった。ホームの長さは50メートルで、サルビアが植えられている花壇があった。当駅の所在する地名より、地名は、アイヌ語の、ピンネ、チリに由来する。付近に2つの目立つ山があり、それぞれ、アイヌ語で、ピンネリマツネ。 尻と呼ばれていた。駅跡周辺は、現在、道の駅、ピンネシリになっている。ピンネシリ駅のモニュメント1997年時点では、道の駅、ピンネシリとして整備されている。オートキャンプ場がありその一角に鉄道を記念する、ホームが築かれていた。2010年時点、2011年時点でも、 同様であった。レールと枕木は本物であるがホームは模擬であり、その他踏切警報機付きの踏切と、9点北線ピンネシリ駅跡と刻まれた石碑、路線地図が描かれた駅名標型の案内板も存在している。ピンネシリだけの登山をする際の入山届け手続きも道の駅で行っている。道の駅の向かいにはピンネシリ温泉もある。ありがとうございます。